あー、うまっ。これうまいね。あら、カラフルかわいい。こういうケーキある？あるあるある。すでにちょっといい、やっちゃってるけどね。どうもこんにちは、ケビンです。のかけです。山です。日本では知られていないアメリカでのセロリの食べ方。セロリ自体はね、うん、日本でもよく知られているとは思うんですけど、名前は聞くというか、うん、と思うんですけど、どうやって食うみたいなのって僕は分かんないですよ、少なくとも。セロリって本当はどうやって食べてるんですかというのを知ろうという企画でございます。はいはい、はい、確かに日本に来た時に、うん、なんでこんな日本ではセロリを食べないんだっていうふうに思ったんですよね。それ意外だったんだ。うん、アメリカに行った時は、うん、結構週1から週2ぐらいでセロリを食べてたの。それは多いな、確かに。しかもそれ、うん、ケビンの家庭で、そうってことだもんね。私の家庭で。確かに。しかも私の家庭は結構日本食派だから。そうだよね、うん、全員アメリカ出身ですっていう家庭だったら、うん、もっと食ってるかもしれない。いや、かもしれないね。俺自分の実家さ、うん、結構セロリ食べる家なんだと思うの。日本の平均で比べたら、うん、それでも1ヶ月に1回ぐらいよ。それって多いじゃん、多分日本的には。多いと思う。俺だって外食とか、うん、そういうのでたまにあるけど、うん、実家では食べなかったな。なんかそう考えると、うん、食べたことない人すら結構いるんじゃないかなっていう気もしてるぐらいなのよ。あとさ、うん、小学校ぐらいの時にさ、セロリ苦手な人めっちゃいない？いた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 。日本だとなんか嫌いな野菜ランキングさ、結構上位だと思う。ピーマン、人参、セロリみたいな。あ、そうなんだ。わかるわ。へえ、そのランキングではアメリカでは変わるかもね。そうだね。セロリは全然入ってこないかも。苦手な人が多いイメージもあるし、うん、はい、じゃあどうやって食ったのって言われると、どうやって食ったんだっけセロリってなるっていう感じもあって、実際どうやって食べてるのかなと、ね、疑問がね、そうですよね。ね、うん、はい、ということで、実際にアメリカで、食べられているたくさんのやり方を今回は2人に、体験していただきたいと思います。たくさんの方法があるんだもんね。たくさんの方法があります。いや、ないよね、たくさんは、うん、一番メジャーな食べ方っていうのは、はい、セロリをディップして食べるっていう、その野菜スティック的なやり方なんですね、うんうんうん、今回はそのやり方を6種類まず用意してきております。6種類ディップだけで6種類ですからね。ディップ以外の食べ方もありますけど、そのイメージ自体はあるのよ。でも6種類は知らない。すごいわ、はい、うん、っていうかまずディップするもんが6種類もないわ。思いつかない、頭の中にはマヨネーズと味噌しかないから。そうだよね、本当にそう。まずはですね、はい、最初にディップするものはこちらでございます。ブルーチーズドレッシング。おー、まあ、これはね、あのサラダドレッシングって割と何でもいいんですよ、うん、あのブルーチーズでもいいし、ランチドレッシングっていうドレッシングもね、はい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 、とても人気なんですけど、そういうのとかでもいいですし、まあ、イタリアンドレッシングとかでも、うん、シーザードレッシングとかでも全然食べる人はいっぱいいます、うん、まあ、これが一番メジャーですね、こういう、うん、サラダドレッシングの食べ方が。サラダドレッシングをサラダにかけないでディップしたことがないから、なんか、いや、これならなんかわかんない。なんかチーズにディップするは確かにそういうこともしそうだなって思うけど、うん、ドレッシングイタリアドレッシングみたいなとかね、をどれかけないでこういうのに入れてディップするのはちょっと意外かも。なるほどね、うん、こちらセロリですね、うん、はい、たくさんました、用意してまいりました。本日は何なのこの U 字。なんでセロリって U 字なのよって。これが愛おしいんですよ。愛おしいんだ。そう、この U 字愛おしいんだよ。愛おしいんだ。そう、これがアメリカの切り方なんだ。そうだね、このスタイルがね、こういう感じで、うん、ディップするときはやっぱこんな感じで、うん、皮剥いたりしないのね、別に。あ、しないね。あ、もうこのまま行くんだね。てか皮剥く時っていつ？この筋みたいなのあるじゃん。あ、縦線のね。これをなんか剥く、あ、取るみたいなのはよく見るけどな、はい、この、そうなんだ、うん、太い筋ね。そう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 、はいはいはい、全くやらないですね。そ全くやらないですそんなことやってらんないですセロリに皮があったなんて。いや、ほんと山ちゃん、日本の人の中では相当セロリに詳しい方なんじゃないか。いや、そうかもね、もしかしたら月1あったら多い方なんじゃないかね。多いよ。そうかもしれない。量としては、もうこんなもんですよ、こんな感じで。ほうほう。これでまあ半分ぐらいまで食べて、もう一回つけて、残り食べるみたいな感じですね。これ結構ブルーチーズっていうところがあれだったりするの、うん、別にそれは人気なのがブルーチーズとランチなんだよね、うん、ああ、そうなんだ。そう、そういう系ね。いただきます。いただきます。うん、うまい。ランチに似てるわ。そうだよね、なんか雰囲気やっぱ、うんうんうん、他にない感じするよね。似てんのがあんまないっていうか、うんうん、なんか何これって、その子供がさ、日本の子供があんまり好きじゃないみたいな、わかる感じはするけどな、うん、ちょっと独特な香りとかね、うん、味はあるよね。これでしか味わえない何かが、うん、なんか匂いなのかな、うん、なんかね。俺もさ、実家ではそのぐらいで食べてたけどさ、一人暮らしし始めてからセロリ買ったことないからさ、ほら結構久しぶりでなんかうまいセロリって思った。うん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 、
や、そうなんだよ、うめえんだよ、爽やかなんだよね、すごく。あ、そうだね、そう、爽やか。ということで、ブルーチーズですね。はい、はい、まあまあ、全然、まあ全然ね、これね、馴染みあるっちゃあるというかね、まあ、受け入れやすいよね。そうだよね。続きまして、こちらございます。ピーナッツバター、出たー、ございます。これめっちゃメジャーです。これこれメジャー、そうなんだ。俺ね、これ聞いたことはあんだけど、変なやつだなかと思ってた。あ、全然全然、もう普通の。いや、変じゃないです、これは。これはもう、このスキッピーのその無糖のやつ。これね、無糖のやつがいいね。あ、そうなんだ、よかった。これちょっと入ってるんだけど、これちょっと入ってる方なんだ。なかったのよ、無糖のスキッピーなくて。そうか、そうか、しょうがねえやつって。まあでも別に、まあ砂糖入ってても美味しいんで、今食べたさ、感じと合わないそうに感じちゃうんだよな。そうね、想像できないな。ね、これはもう、ダイレクト。そうです、ダイレクトに。こうですね。そうなんですね、こういう感じですね。いただきます。いただきます。あ、美味しい美味しい。こういう感じなんだ。なんか思ってたのと違った。セロリのその独特な匂いあるなって感じてたやつが消える、結構。うん、すげえわかるね。すごいね、これ。ただの植物になる。だからこのみずみずしいさ、シュクシュクってなるさ、この食感だけ楽しんで、味はこっちの味みたいな。すごい不思議。なんかこうなるんだ。完全に負けるよね、セロリは。いなくなっちゃった。いなくなるよ。これだけ食べるより全然食べられるんだよね。わかる。これってさ、甘い？ちょっと入ってる。ちょっとぐらいか。でもそんなね、日本で売ってるようなピーナッツの甘いやつより全然甘くないから。あー、そうかそうか。でもそのさ、これの甘さとかもわかんないぐらいになるよね。でも多分こいつが薄めてくれてるっていうか、それもあんのかな。めっちゃ食事っぽい感じになるね。こいつをパンに塗って食べるのとはまた違う体験ができるね。ピーナッツバターでした。すごい、なんか違った。続きまして、はい、Ants on a log っていうやつですね。エンスアナログ。違います。エンスアナログって言った今。 Ants on a log ですね。はいはいはい。これはまず log は木の丸い、あのログハウスとか。ああ、そうそうそう、はいはいはい、丸太みたいな。中のそう、丸太みたいなね。丸太の上にアリが渡ってるっていうね。 Ants on a log。 なるほどなるほど。アンツか。アンツ、そう、アリ。まずはですね、またスキッピー。またスキッピー。まあでも実力は証明されたからね。そうだね。スキッピーをこの穴の中に、穴というかこのくぼみの中にこうやって埋めていくんですよ。詰めるんだ。そう、あんま恐れないで、ちょっとモリモリにしてもらって。恐れちゃうもんね、やっぱ普通。そうそうそう、こんな感じで。 M&M。 M&M いきます。ふざけちゃってるよ。やりだしてんな。ちょっとやっちゃってない、それは。3つ目ぐらいから。これ有名なの、これは。これめっちゃ有名。え、めっちゃ有名ですよ。これってどういう時に食うやつだの。スナックだね、これ。スナックか。小腹減った。完食？小腹減った時に、そう、やります。あの3種類作りまして、はい、まずは M&M って感じです。こうやって、こんな感じで。確かに。だからこの M&M がアンツですよ。アルタオの上を渡ってるアリ感あるでしょ、これ。そんな辛くじゃないんだけどね、アンツは。いや、まあそうですけど。次にはですね、はい、こちらレーズン。これはアンツじゃない？ぽい。アンツっぽいじゃない？アンツっぽいですね。こんな感じね。あ、かわいい。3つ目、ブドウ。ブドウ？ブドウいきます。普通本当のブドウ。ブドウさすがにでかいやろ。どうやってのせんで。あら、カラフルにして。かわいい。こういうケーキある。あるあるある。アンツオンアログ完成です。それぞれ3等分したので、はい、一種類ずつね、食べちゃいましょう。じゃあレーズンからいきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。いただきます。なんか最後の方にレーズンが来るね。1個前のスキッピーをつけたのを受け入れられる人は全然いける、けど苦手な人もいそうって思う。甘いのかフレッシュなのかが分かんないから。なるほどね。まあちょっとある。俺は好きな方だわ。俺もいける方。次じゃ M&M ですね。はい、いただきます。いただきます。うまい。俺は好きですね。俺はいけるけど、これの方がいけない人は多いかも。俺もレーズンの方が好きだな。 M&M が結構出てくる。出てくる。最初の頃ってさ、結構セロリの野菜感
結構来るじゃない、うん、で途中から消えていくんだけどなんか、うん、その野菜感とチョコ感がなんかこう渋滞する感じ、うんうん、はなんか嫌って人は多いかも。まあ、俺は意外といけんなってなったけど、うん、で俺はその後半のピーナッツバターとチョコレートがめっちゃ合うなっていう、うん、それは分かる分かる、それが美味しかったでもそうだね、なんか後半さ、うん、セロリなんか消えていくんだよね、なんか、うん、そうだね、それが不思議だわ、うん、じゃあ最後、はい、グレープいきましょうか、うん、いただきます。うーん、なるほどね、興味深いね、興味深い、ね、いや、ほんとそう、うん、俺はいけるより、俺も別に嫌な感じではないんだけど、シャインマスカットとかブドウ単体の方がうまくはあるんじゃないかっていう、そう気がする。それはあるねそれ感じたね感じた、うん、そうだねでもずっと食べてられる感じがする。そうだね、はいはい、そうだね、これこのまま 何個もなんか喋りながら無限に食べられる感じがする確かに確かに、うん、なんかセロリ視点で見れば結構いい、うん、なんかブドウ視点で見ると、うん、うまさが下がってる、うん、みたいなね、確かにね、うんうん、どっちと捉えるかみたいな、そう、ね、感じがするよね、そうね、うん、どっちが主役かによるよそう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 、マハムメロンみたいなさ、あ、ね、そういう感じだよね、そんな感じだよね、なんか俺らたまたまさ結構セロリいけるけど、うん、なんかやっぱ分かれそうって思うわ、好き寄りに偏っちゃってるかもしれない、もしかしたら、はい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 、情報的にはね、なるほどね、うん、続きまして、はい、ハムス、フムス、ああ、ありがとうございます。あ、ご存知？知ってるよ。うん、お、知ってるんすか？知ってます、知ってます。うん、え、これそんな有名なんですか？俺、あの、知らないこともする、みんな。ケバブ屋さんとかでも結構あるよ、フムスって。へぇー。でも、なんだかよくわからない感じではあった。聞いたことはあっても、フムス食べようかなみたいな人は聞いたことはない。はい、まあ、確かに、うん、まあ、これ、フムスというのはですね、うん、ごまとひよこ豆のペーストらしいですね。なるほど、なるほど。うん、これをディップして食べるというコーナーなんですね、うん、開けてみますね、こちらね、はい、結構アメリカではフムス食べるんですか、これで。私はね、食べたことなかった。あ、そうなんだ、けどね、調べた感じすごいメジャーではあったから、うん、そう、結構日本人でも美味しいと思えるかもね、かもね、確かに、うん、うん、そうなんですね、うんうん、まあ、豆のペースト感はまあありますよ、ね、白い系豆の同じかね、うん、はい、はい、普通にディップして、はいはい、食べればいいんだ、よし、いただきます、おお、あ、うまっ、めっちゃうまいね、これうまいね、うん、フムスうまいね、そうだね、うん、なんかに似てる気がする、なんか俺でもピーナッツバターのが好きかもしれん、あ、マジで、お、まさかの、こんなコク出るんだ、確かに、マヨネーズ的なコクを感じるんだけど、うんうん、今までで一番野菜スティック的な感覚に近い、うん、気はした、ごまドレッシング的なね、うんうんうん、そう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 、俺は結構一番好きかも、うん、今までの中では、うん、俺これケバブに入れたかも、あ、確かに美味しいよね、美味しいかもね、美味しそう、確かに、うん、フムスで、はい、ありがとうございます、続きまして、はい、ギリシャヨーグルト、でございます、あ、これも日本的にはあんまりね、思いつかないよね、こんなね、つかない、はい、これも食べられてます、ギリシャヨーグルトでもいいし、まあ、プレーンヨーグルトでもいい、はいはい、とのことですけども、ギリシャヨーグルトの方が美味しいらしいですね、俺実家でセロリとヨーグルトとリンゴのあえたサラダみたいなよく出てたわ、あれでもあるよね、そういうの知ってるわ、見たことあるわ、それよく出てたの、うん、でもそれは珍しいねすごい平均値から離れてそうな気するけど、いやそれはね、誰も離れてるそうだよね、リンゴとヨーグルトって日本では出ないの、あ、それは出ると、それ出るか、うん、うん、あ、まあ、ではし、まあではしないかもしれないけど、でも食べるっちゃ食べる、はいはいはい、リンゴヨーグルトとかあるし、あ、確かにね、そうだね、そうだね、うん、それにセロリが、それセロリがね、うん、なんかギリシャヨーグルトってさ、ヨーグルトの中ではちょっとこう癖ある方じゃない、うん、なんかさ、硬いとだけちょっとね、そう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 、これはもうあの、まあこんな感じですかね、うん、こんな感じで、はい、うん、普通の、ちょっとディップしやすいのかな、硬いからね、うん、味薄そうだなって思っちゃうけどな、これそうだよね、プレーンでしょ、ね、そうそうそう、うん、いただきます、いただきます、うん、ああなるほどな、美味しいけど全然、うん、なんか足してもいい気がしちゃうね、そうだね、そうだね、うん、今までの中で圧倒的に薄いね、うん、
で、なんか初めて同系統同士を合わせたみたいな、なんか爽やかかける爽やかみたいな感じよね。もうちょい甘いのとか、うん、なんかあっていいかもね。わかる、うんうん、そう思うとこれにリンゴが入ってるとかはなんか、ああ確かにね、いいね、確かにいいかなったかもしれない。いいわ、うん、リンゴかもね、じゃあ、うん、確かに。あとレーズンとかも入ってたもん。ああ、やっぱ全部そういう感じなのかもね。いいね。出てきてるからね。そうだよね、うん、全部融合した形だった。そうかもしれない。なるほどね。まあ、こちらもメジャーですので、うん、はい、続きまして、はい、こちらクラムチャウダーでございます。はい、これディップとして、ディップとしてクラムチャウダーでございます。ディップっていうね、感じがなんかあんまり、ね、はいはい、まあ、でも普通にスープ、普通にクラムチャウダー食べたいなっていう時にクラムチャウダー作って、うん、まあ、それのサイドでセロリ切って、あ、クラムチャウダー食べながらディップもして食べるみたいなとこも全然あります。あ、そういうことか、うん、まあ、もうこんな感じですよ。あ、ね、うん、ね、やっぱあんまりこうつかないっつうかさ、そうね、関してはね。いただきます。あー、めっちゃうまいっすね、うん、思ったより分かる感じがする、うん、いい、うん、めっちゃいい、うん、まずクラムチャウダーがうまいし、そうなんだよね、クラムチャウダーってうまいね。クラムチャウダーうめえんだな。うめえわ。あ、でも合うね、なんかクラムチャウダーって割と濃厚じゃん、うん、濃厚にこのフレッシュさが入る、うん、すごい気持ちいい、うん、そうだね、すごい気持ちいい、気持ちいい、まあ、気持ちよさはあんま分かんないけど、うん、合うね、なんか貝の味とかともね、うんうん、確かに、うん、だし感みたいなのがあるよね、うん、やっぱ、うん、ピーナッツバターの時ってさ、消えたみたいな感じしたじゃん、うん、これは消えないで、うん、混ざる感じがする。確かに、うん、生かされてね、生かされてるわ。これが無理な人は無理な、あ、確かに、ね、まあ確かに、ね、このセロリの味が無理な人はね、うん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 、でもいいわ。なんかちょっとさ、クラムチャウダーってなんか重い部分もあるじゃなくて、そうだね、ダッとするところ確かに、なんか後半これとかいいね。確かに、爽やかな感じで、うん、めっちゃいい、うん、味変できるね、めっちゃうまいわ、うん、おお、すごい、いいね、すげえな、セロリ、うん、クラムチャウダーでした、はい、はい、ありがとうございました。で、続きましては、はい、まあ、ディップというか、はい、あの、まあ、ちょっと調理込みのものなんですけど、はい、料理名はないんですけど、さっきのアンツオンアログみたいなものです。まずはですね、用意していただきたいのがクリームチーズ、クリームチーズと細く刻んだ人参、皮むきである程度シャーっていっぱい出して、はい、それをこうちっちゃ細く切るという感じですね、はいはいはい、その2つをこう混ぜると、混ぜてこんな感じになりますから、こういう感じね。あ、うわ、なんかクリームチーズと人参か、はい、すでにちょっとやっちゃってるけどね。、うん、これをですね、はい、さっきのピーナッツバターのようにアンツオーナログしますから。アンツオーナログなんだ。それ、それ、そうなんだ、はい、そうなんだ。ログ作りってことね。ログ作り、ログ作り、はい、そうございます。でもクリームチーズはさ、まあ間違いなく合うだろうし、そうね、うん、これあの小学生が嫌いな野菜のコラボレーションだね、うん、そうだね。あ、そっか、人参も嫌いか。でもこれでどっちも食べられるようになるからね。いや、最高だ。確かに。そう、詰めましたら、はい、今度はですね、レーズン、刻みレーズン用意していただいて、これを上にこう、はい、置きますね。さっき刻んでなかったもんね。さっき刻んでなかったですね。どっちでもいいですけどね。どっちでもいいです。正直あんま変わんないとは思うんですけど、うん、まあ、レシピ上では刻めということだったんで刻んでます。料理っぽいもんね、この方がね。確かにアンツっぽい、うん、これはあのアンツオンアログじゃないので違うんだね、はい、やっぱあれはピーナッツバターじゃないと、うん、ログじゃないんじゃない、下がし、やっぱ床がの色が違う。確かに。これで完成でございます。はい、全然違うけど、うん、マルセイバターサンドみたいな。確かに。はいはいはい、確かに、その可能性ある。いただきます。いただきます。いただきます。うまい、おいしい、うん、なんか結局何かわかんない。わかるわかる。何を食ってるかわかんないけど、なんか、まあ、美味しい感覚はあるんだよな、うん、クリームチーズが見当たらないんだけど、なんかあんまり。クリームチーズ結構強いのにな。うん、ね、なくなっちゃう。でも美味しいわ。美味しい、美味しいね。うん、俺これ好きかも、すごく。うん、うん、グレープの程よい甘さが、うん、めっちゃ合う。うん、うん、レーズンって合うんだね、なんかね。うん、うん、いいね。うん、これはでもだいぶセロリが勝ってる。うん、うん、人参いた？いや、いなかった。人参はいないね。俺、人参もクリームチーズもいなかったと思う。レーズンとセロリ。まあ、わかるけどな。美味しい、好きだ。これいいっすね。うん、美味しいっすね、うん。はい、続きまして、はい、こちら。セロリと人参のスープー。おー、これ、言いづらいですね。一回ね、スープ作ったことあったけど、はい、またそれとちょっと違うのか。
そうですね、違う種類のスープではありますけど、こんな感じですね。今回はその伝えたかったのは、まあ、このスープ料理でも使えますよっていうことで、この味付けがみたいなことではなくてですね、なるほど、まあ、いろんなスープにも使えますよっていうことでございます。あんまりスープにセロリ入ってるの見たことないよな、日本では、ガストの日替わりスープがセロリのスープだったことないよ。そうだよね、でもこの、まあ、一番の食べ方がディップで、次にメジャーな食べ方といったら、スープとか煮込み物に入れることだね、そうなんだ、セロリの使い方としては。へえ、意外だよね、ちょっとね。そうだよね、まあ、こういうね、こういう感じですよ。個人的にはあんま見慣れない感じはするんだよ。いただきます。いただきます。このやっぱセロリを煮込み物とかスープとかに入れる良さって、セロリのフレッシュさがすごいね、キープされるんだよ、ずっと煮込んでたの。フレッシュさがずっと存在感があるんだよね。あ、確かに。そう、それが美味しいんだよね。あ、またちょっと違うよね、その雰囲気。やっぱスープに入れた時って、確かに、確かに、なんかこう煮込まれてるからヘロッとはしてるけど、全然なんかシャキシャキ感は残ってるし、なんか煮込み時間とかにもよるのかもしれないけどさ、なんか大根とかよりも元々の味がするっていうか、大根とかってこうスープの味に結構こう染みてさ、浸食される感じあるじゃん、カブとかセロリのままでいる感じはする、ちょっと、するね、スープもメジャーですよという、はい、ことでございました。美味しい、ありがとうございます。最後はこちら、セロリインポテトサラダ。ございます。これも見ますね。見るの？見ますね。これは普通に日本で売ってるポテトサラダに切ったセロリをこう混ぜただけのものなんですけど、何も他に加えるものはなくて、もう普通の味付けは一緒です。へえ。その具材としてセロリが入ってるっていう、そうだけですね。なるほど。なんか水っぽすぎないって思うけど、まあ、でも合うらしいんで。そうか、食べてみてください。まあでもそっか、キュウリとか入ってる時もあるもんか。ああ、確かに、確かに、キュウリ入ってる時あるね、確かに、確かに。いただきます。いただきます。おー、おー、うまいかも。うまい。ポテサラってめっちゃ濃厚だからさ、確かにこのフレッシュさすごい合うわ。そうだね、そうだね。入ってるポテサラと入ってないポテサラだったらどっちが好き？俺入ってる方が好きだわ。あ、普通のポテサラより、少なくともセロリ視点で考えたら結構うまいと思うんだよ、セロリの食べ方としては。普通に美味しいと思う。ポテサラだとどうかなって思うんだよな。俺あのクリームチーズとイフリガッコが入ってるポテサラ好き。あれうまいんだよ。食べたことないわ。そうなんだ。居酒屋とかにね、そうそう、あれ出てくるやつ、あれ美味しいんだよ。鰹節がめっちゃかかってるポテサラあるね。あれうまい。確かに、確かに。それと比較するとそこまでじゃないかもな。確かに、キュウリ的なね、そういう系だと思うわ。うん、確かにね。俺ね、あのポテサラキュウリ入ってんのあんま好きじゃないの。水っぽい感じがして。だけどセロリの方がなんかいいかも、キュウリと比較すると。美味しい、美味しい。ということで以上10種類、かな。全然日本にはないセロリの楽しみ方っていうのがアメリカにたくさんありましたね。これは知らなかった、本当に。いいね。今日食べた中でどれが好きだったか、ちょっとこれは言っときましょうよ。10種類もありましたから。はい、せーの、ハムス、人参とクリームチーズのやつ。おお、フムス。ハムス。俺は刻み人参とクリームチーズの上にレーズンのやつ出たやつ。おお、それが一番良かった。俺好きだったな、あれ。なんかへー、作るのちょっと大変かもしれないけど、まあセロリにクリームチーズ詰めて、なんかレーズンのせるとかだったら全然やるな。人参は刻まない可能性が高いけど、あんま変わんないかも。ね、体感。確かにね、美味しかった。俺ら揃いましたね、これね。10種類ある中で。いや、すごいね。結構好きだったな、フムス。フムスが好きっていう説があった。フムスがうめえっていうね。あ、いやでもフムスだけだとちょっとなんか濃すぎるわ。ああ、やっぱセロリがいいんだ。セロリフムスだわ、やっぱり。いやでも俺もね、セロリフムスすごいうまいなと。美味しいわ、やっぱセロリフムスだわ。ピーナッツバターも結構いいなと思ったけど、セロリの味が消えてるっていうところがすごいなって思ったから、もうちょっとこうどっちの味もするやつでって考えたらフムスだったっていう感じかな。これを見てもうちょっと日本でもセロリを日常的に食べられたらいいなというふうに思っております。確かに。なんか全体的に
でも嫌なのが一個もなくてびっくりした。いや、ほんとそう、うん、確かに、うん、10種類あれば絶対なんか出てくるのよね。いや、そうそう、3ぐらいはこれみたいな、うん、そうそうそう、確かにね、うん、合わねえとかね。そう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 、あるのにね、珍しく、うん、どれも良かったですね。意外とセロリがなんか本当だ、穏やかな人だった、うん、そう、うんうんうん、ぜひセロリ食べてみてください。この動画を見てセロリうまそうだなと思った方ぜひお願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。強いてビリを決めるならどうですか。せーの、ヨーグルト。ルト、おお、一緒だ、すげえ。一緒だね、わかる、まずくはないんだけどね。そうそうそう、ね、ちょっと物足りない、物足りないね、うん、良、うん、くもないって感じ。